最近思うんだよ。昔の自分と話すことができたら、もっといい人生を送れるようにアドバイスできるのにってな。そうだね。だったら未来の自分と話して、なんかアドバイスもらった方がいいのかもな。それもいいかもね。まあ、そんなことできるわけないんだけどな。お前の望み、叶えてやろう。お前にいいものをやろう。なんだあんた。これは10年前の自分、あるいは10年後の自分と会話ができる携帯だ。好きな方にかける。ただし使えるのは一度だけだ。よく考えて使うんだな。いや、つかあんた誰なんだよ。いない。しかしうさんくさいよな。じゃあ試しにかけてみればいいじゃん。え？ああ、そっか。どうするかな。過去の自分にかけて何かアドバイスするか。いやでもろくなアドバイスできそうにないしな。ここは一つ未来の自分にかけて何かアドバイスをもらうか。よし、じゃあ未来の自分に。あ、もしもし。あ、10年後の俺。そうそう、10年前の俺。ああ、何も言わなくていいよ。元気それ何より。あ、じゃあね。え、何も聞かなかったの？ん？ああ、未来なんて知らない方が幸せだよ。そっか、そうだよな。でもさ、お前がかけんなよ。流れちゃった。時間失礼だからな。流れちゃった。